見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。世界的に著名な自然療法士でオステオパシストのフランク・ラポルト・アダムスキー氏。199年に発表されたアダムスキー式腸活メソッドは、Google.it の食事法、ダイエット部門017年で最も検索されたキーワードのベストに選出されるほど、本国イタリアのみならず、ドイツ、フランス、スペイン、ポルトガル、ベルギー、トルコなど、世界中で話題になっている。日テレ系列、世界一受けたい授業、5月日放映でも紹介され、アダムスキー式腸活メソッドをすべて解説した、腸がすべて、世界中で話題。アダムスキー式、最高の腸活、メソッドは、日本でも9万部を超えるベストセラーになっており、大きな反響を呼んでいる。訳者の森敦子氏が本書の翻訳を通して感じたのは、食べ物は何を食べるかではなく、何と組み合わせて食べるかが大事ということ。では、アダムスキー氏の提唱する最高の腸を手に入れるための組み合わせはどうやって食卓に取り入れればいいのだろうか。今回は、本書の翻訳を手掛けた森氏が、おにぎりで腸活するコツと、意外な NG の具材について解説する。いつものおにぎりは具の選び方で腸活できる新米の美味しい季節になりました。秋は美味しい食べ物が出回る上に涼しくなって食欲が増すのでついつい食べ過ぎてしまうという方も多いのではないでしょうか。今話題のアダムスキー式腸活メソッドでは、コンディションの良い腸には吸収や排出を行いながら食べ過ぎを矯正してくれる働きもあると考えられています。食生活を正して腸の調子を整えると、余分に溜まった脂肪や毒素が排出されるようになり、さらなる脂肪や毒素の蓄積を防ぐことにもつながるのだそうです。スリムな体型や健康な体を維持するためには、腸が正常に働いていることが大切なんですね。そんなアダムスキー式腸活法では、食事を極端に変えたり、特定のものを食べ続けたりするのではなく、普段の食事を腸の働きを意識しながら変えることで腸の調子が整うと考えられています。